鬱蒼としたジャングルといったところかの。雰囲気あるんだじ。爪を研ぐのに良さそうな気が。第二エリアの建物とは違って遺跡っぽいのが多いわね。ここにはどんなヘンテコネームをつけるつもりなんだじ。なんか裸の女の人みたいな木がたくさん。じしまった、煩悩丸出しなことを口走ってしまった。亜熱帯遺跡、ここは亜熱帯遺跡でどうだろう。いいんじゃない。冷たい。つまんねえの。普通でいいんじゃないでしょうか。さすがにネタ切れかの。それとも何かに気を取られておったのかの。いいだろう、たまには先を急ごうぜ。図星っぽいんだじゅ。もしかして第二エリアも変な名前つけられたのかな。肌に出そう。祝杯でもあげる。
する。
悪いから。まだまだ言うてるぞ。やめになって。私行くわよ。これでおしまいよ。どれ、本気の本気だ。ピラミッドパワーで。やめるぞ。値が相手だ。叩き込むよ。本気じゃ。私に任せて。全力全開。先輩ぬほー。わしの照れてます。ファラオの力で蹴散らしてやります。何だったのですか。ごめん。しかしお見事でした。マミーはあなたを見直します。ファラオもあなたを認めると言っています。ファラオって何？その頭についてるやつのこと？ファラオはファラオです。これからよろしくとファラオも言っています。ファラオね。かなり変わった子なのかも。こういう感じだとかえって女の子だって過剰に意識しないで話せるかも。激しく擦られた部分がまだ熱を持っているようです。あんなのは初めての経験でした。あの感覚を知ってしまったからにはもうあなたなしには生きていけないかも。なんかその言い方だと変な意味に聞こえるんだけど。こんな体にした責任は取ってもらいます。あなたについていくと決めました。仲間になってくれるのはありがたいけど、とりあえず人聞きが悪い表現はやめてほしい。
私の出番で痛いです。肌に出そう。あなたのおかげでしたよ。やった。よかった。
ください。私の出番じゃない。あ、待ってたんですか。変なのが出てきました。行きますよ。私の出番から。頑張ります。出番にしてね。やりましたね。お宝の山なんだ。おほー、なんでパンツがこんなに落ちてるのよ。さあ、やっぱり脱ぎ捨ててるのかな。いやー、何これ、超可愛くない。お、マジ可愛い。え、俺のこと。うんうん、そうだよ。君、君、君、なんて言うの。俺の名はオットン、さすらいのパンティハンターだぜ。オットンちゃんって言うの。なにそれ、マジヤバくない。超可愛い。え、そうなんだぜ。照れるんだ。おほほ、プリティ。あなたのお名前をぜひ聞きたいんだじ。え、私はディピカよ。こやつ趣味悪いな。ね、決めた。私これもらう。は、え、突然そんな略奪宣言。エリアリーダーの私が決めたんだから、もう決まったことなの。異論は認めません。エリアリーダーさんでしたか。いろいろ待て待て待て、突然何なんだよ。あんた誰。人間がモンストピアに入ってきちゃいけないのよ。わかった。オットンちゃんの飼い主でしょう。え、いや、そこははっきり否定するんだわ。うん、オットンちゃんの飼い主かなら悪い人じゃないよね。本当はいけないんだけど、オッケーかな。え、いいんですか。その、人間がいても。うんうん、許す許す、許しちゃうよ。なんか、フレンドリーだな。単に軽いだけと思うがの。ねえねえ、オットンちゃん、私と一緒にここで暮らさない。いいでしょ。それはとても魅力的だ。魅力的すぎるお誘いだ。でっしょ。そう思うよね。いや、でも、だが、しかし、俺にはバッティ集めの使命があるんだよ。バッティ集めの使命。すまないブリティ、俺にはまだ果たさなければならない使命があるんだじょ。だからここでお別れなんだじ。君とのひとときは夢のようだったんだじょ。そっか、超残念。でもね、オットンちゃん、私はきっといつかまた会えるって信じてるよ。今すぐには無理かもしれないけど、いつか、いつか一緒にいられる日が来るよ。それまでちょっとのお別れだからね。元気でね、オットンちゃん。約束なんだお、プリティ。まあ、そのうち倒しに行くのじゃがの。こんな出会い場所もう二度とないかもしれないと思う。だが、これもあらかえぬ運命。許せ、プリティ。不甲斐ない俺を恨んでくれ。行っちゃえばよかったのに。あれ渡したら、第四エリアまで通してくれたんじゃない？でもそれだと、あの人はいいですけど、他のモンスター娘は元に戻れないので、やっぱりダメですね。イオとリディアはともかく、
わしらは他の恥ずかしいことになっとるハラカラを助けんといかんからな。同じモンスター娘としてエリアリーダーの責任としてな。そっか、責任か。ちょっと、変なものが来ましたよ。来ましたよ。食べてみな。祝杯でもあげる。敵みたいです。出番の時だ。これくらい楽勝。行きます。これ見てな。
あなたのおかげでしたよ。気をつけてください。やめるぞ。お相手いたしましたよ。元気を渡しに向かい任せだ。出番でしたよ。始めますね。これくらい楽勝。気をつけるのじゃ。やめるぞ。任せだ。これくらい楽勝。みんな気をつけて。始めますね。始めますね。頑張ります。これくらい楽勝。なんか来たわ。私に任せて。これは始めますね。見てて。よかった。みんな気をつけて。始めますね。頑張ります。私の出番ね。怪我はないか。先手必勝でしたよ。私の出番ですよ。私の出番ですね。あなたのおかげでしたよ。何か現れましたよ。お相手いたしましたよ。やめろ。行きましたよ。あたいの番だね。勝ちました。敵が来たぞ。お相手いたしましたよ。私の出番ね。始めます。ま、こんなところじゃろうか。まだなんともないのね。早く世界を元に戻さないと。この子たちもヘンテコモンスターになっちゃったりするのかな。昔からリリアは鳥が好きだな。あ、うん。あのさ、イオン。お？あの、昔、私が…もう？なんでもない。この子たちのためにも正常なる布探し、頑張りましょう。あげる。
はどんなご用？誰に会いに行くのかしら。それはどうだろう。祭壇を作るとかそういうのはちょっと。居心地の良い宿で嬉しいです。羽を伸ばしてリフレッシュ。コシノ、あれ、もしかしてもう話題変わってる？あ、でも宿を気に入ってくれたみたいでよかった。知っていますか？亀の性別は生まれた時の温度によって決まるらしいです。え、マジで？じゃなくて、今度はいきなり豆知識？発言に脈絡なさすぎだろ。すみません、普通の会話というのがよくわからないのです。私と話すのは嫌かしら。そんなことないって。変わってるとは思うけど、そういうとこも個性的で面白いと思うよ。ありがとうございます。マミーもあなたと話すのは楽しいです。あなたについてきてよかったかも。何をする？どのことの縁を占ってほしい？占ってみるわ。水の恵みに潤し世界。一番目のフロアに何かあるみたいね。占ってみる。水の恵み一番目のが気になるわ。何をまた来てね。いらっしゃいませ。商品はこちらよ。だって。
やめましたら私だって。やりましたね。みんな気をつけて。できましたね。できます。みんなのおかげで。あ、怪しいのが現れました。行きましたよ。行くぞ。私の出番を見せる。勝利でしたよ。妙なのが出おったぞ。諦めたのにな。お相手いたしましたよ。あ、立てたんですか。お気をつけください。やめるぞ。行くぞ。始めます。大丈夫だ。やりましたね。レベルアップじゃ。おるましのようじゃの。始めるぞ。始めますね。行きますよ。見てな、私の出番ね。感じました。いいんですか。女の子はあたいが守る。行きます。行きます。私たちの敵じゃないわね。なんか来たわ。ちょっと行くぞ。頑張ります。出番です。覚悟は良い。走った。きれい。私の出番ね。私の出番ですよ。よかったです。やめか。敵が来たわ。やめるぞ。勝ったわ。光栄でしたよ。これないです。敵が来たわ。ご機嫌になりませんね。見てな、私の出番ね。お相手いたしましたよ。ま、こんなところじゃお嫁になって。まあこんなもんかな。変なものが来ましたよ。当然の結果でしたよ。妙なのが出おったぞ。当たり出そう。あ、勝てたんですか。やめて。
行きますよ。そして出番でした。今日は良い始めますよ。私たちの敵じゃないわね。敵が来たぞ。どうですよ。行きますよ。出番でしたよ。まあこんなもんかな。なんか照れるな。出番でした。お相手いたしました。よかった。変なものが来ましたよ。ここで何をしているか。所属と階級を名乗れ。鬼軍曹。目を覚まさんか。行きましたよ。本気で行きましたよ。私だって。これでどうですか。うん、ゾン、あたいが相手だ。消えなくて。見てて。すごいの行くわよ。さて、やってやるか。行くぞ。はあ、見やめになって。ひどいです。行くぞ。すごいのを行くぞ。思いっきり行きます。出番でしたよ。ここは私が。かかってきな。で、終わりに。覚悟はいい。やってやるか。受けてみるがいい。おしまいです。おっけんかが。あの相手だ。何これ。これで終わりに。出番でしたよ。大技をご覧に入れましたよ。逃がさない。覚悟は良いか。大技を見せてくれる。興奮してきたんだ。女王、頑張ります。これでどうですか。難しい。興奮してきたんだ。女王、元気をお出しになって。測ってきな。すごいランクよ。さて、やってやるか。これで決めるぞ。行くわよ。すごいの行くわよ。ひどいです。おしまいです。カナダロマンだジェン。もう我慢できないよ。かかってこい。相手になろう。暇だ。何をしたいのか。まったく暇だ。暇だ。まったく。まったく。何をしたいのか。屈辱だ。
これくらい楽勝。まさかあのような作戦を展開するとは。貴様、あ、いや、機関は優れた指揮官とお見受けしました。あ、いや、その作戦というほどのものでは。平凡でヘタれそうな顔をしているのも敵を欺くための作戦なのでありますね。自分もまんまと騙されてしまいました。平凡でヘタれ。当たってると言えば当たってるんだじ。機関の采配は見事でありました。潔く投降しましょう。そんな、まるで捕虜になったみたいに言わないでよ。しかし、それなら私たちの仲間になってくれるとありがたいんだけど。仲間に？そんなことでいいのでありますか？自分はさっきまで敵だったのですが。仕方ないわよ。今は世界ごとおかしくなっちゃってるんだから。そうだよ。俺たち世界を元に戻したいんだ。なるほど。どのみち自分は機関に投降した身。機関が協力しろと言うならそれに従います。よろしくな。気真面目っぽくてとっつきにくいかも。普通に喋れるかちょっと不安だな。Thank you.
をつけるのじゃ。ごきげんよう。これで始めましてね。これがどうですか。覚悟はいいか。それまで。覚悟はいい。お相手いたしましたよ。みんなのおかげね。変なものが来ましたよ。やめるぞ。失礼いたします。こんなところじゃろうか。まずいわ。お相手いたしましたね。行きますね。あ、勝てたんですか。油断大敵ですよ。出番でしたね。行くぞ。お相手いたしましたね。出番でしたね。わしらの勝利じゃ。出番ですよ。
あなたのおかげでしたよ。少し強くなりました。お気をつけください。行きましょう。行きましょう。私の出番ね。おるましのようじゃのう。私は何が、こんなに見てた。あ、勝てたんですか。敵が来たわ。こんなに勝てたわけない。それ私の出番ね。私の出番ね。ご機嫌さとも行くぞ。始めますね。よかった。いらっしゃいませ。商品はこちらよ。ありがとうございます。他にごい、また来てね。
何か現れましたよ。やめろ。行きますね。ダイレスがあります。ここだけ他の遺跡より立派だな。なあみんな。で、あれ、俺一人？みんなどこ行ったんだ？ここはね、忘れられた神殿なの。ここ？ちょっと慣れてきたけど、突然話しかけられるとびっくりする。ここはかつて煩悩を生命の象徴で神聖なものと考えた人々の神殿なの。煩悩？そう。でもその信仰は途絶えてしまったわ。それから煩悩は忌むべき存在、心の闇、影、悪いものとされてしまったの。煩悩を抑えるばかりが正しいわけじゃないのにね。ああ、ココのその言葉は俺の心に突き刺さった。俺はずっと煩悩、女の子に興味があることを隠して生きてきた。煩悩は悪いものだと思い決めつけ、自分の中から追い出そうとさえした。そのことを見透かされて責められているような気がしたのだ。俺もちょっと前まで煩悩だらけの自分が嫌だった。煩悩を悪だと決めつけて追い出して切り離そうとした。それはやりすぎだったんだな。煩悩を切り離した？追い出そうとしたんだよ。女の子たちに変態って言われるのが怖くてさ。ちょっと考えればそんなことできるわけないのにな。だが俺はなぜこんなにも変態と言われることを恐れているのだろう。きっかけは何だったっけ。今のはいくつぐらいの時の記憶だ？いいよ、どうかした？あ、いや、なんでもない。それよりココ、君に聞きたいことがあるんだ。君は一体何者なんだ？小さく見えるのに博識だし、神出鬼没だし、エリアリーダーたちも知らない情報を知っていた。まあモンスター娘に外見は関係ないのかもしれないけど、君は何者なんだ？あのね、私は、私、そこはもうちょっと秘密にしておきたいな。だって謎めいた女って素敵でしょ。いやー、どこー？まったく、どこへ行ったのじゃあやつは。お迎えが来たみたいね。きっと俺を差し置いてパンティを探しに行ったんだじょ。な、夫のやつ、勝手なこと言いやがって。そういうことだから、お互い正常なる布探し頑張りましょ。これからも頼りにしてるわね、お兄ちゃん。
なんかリップサービスっぽいな。敵が来たわ。行きますよ。私に任せて。行きますよ。やってみて。やってみてよ。まあこんなもんかな。慌てて見てこれ、これ聖なる力が宿る布って呼ばれてるんだって。まさか正常なる布なのか。これがそうなんですか。ちょっとミステリアスな感じするかも。パンティじゃないんだぞ。嘘って言ってほしいんだぜ。ほらね、パンツじゃなかった。パンティじゃなかったんだお。それを渡してもらおうか。お前は。私の名はリディアちゃんをつけ狙う変態さん。おい、またリディアちゃんにこっそりつきまとってたんですね。やれやれ、懲りないやつよ。下着泥とか。変態がリディアのパンツ盗みに来た。いやー、キモすぎー。ちょっと待て、私はそんな姑息かつ変態的な犯罪に手は染めていないぞ。なんでこんなキモいのが存在してるの。なぜだ。前より扱いが悪くなっている。さすがにこれはちょっと同情するな。名乗らせてすらもらえないって。ともかく私にそれをよこせ。え、パンツを。それはできない相談なんだぜ。そんなに欲しければホーリートライアングルスレイブの俺を倒していくんだお。えい、構わん。もう好きに呼べ。私にはリリアがいればいいのだ。本性出しましたね。キャー、開き直った。負けるわけにはいかない。お相手いたしましたよ。受けてご覧になって。頑張ります。覚悟してください。あたいの番だね。つけだばれ。そこだ。すごいの行くぞ。すごいのを行くぞ。私を苔にしたな。大技を見せてくれる。覚悟してください。失礼いたします。回復して差し上げましたね。全力だ。私に任せて。覚悟はいい。行くぞ。受けてみるがよい。始めますね。勝ったぜ。
またしても。だが私は諦めんぞ。弱いくせに。もうリディアちゃんにつきまとわないで。黙れ小娘ども。私とリディアは深い縁でつながっているのだ。いい加減にしろ。リリアは誰のものでもないんだよ。嫌がってる女の子に勝手な妄想を押し付けるな。だからあんたは変態だのキモいだの言われてんだよ。いい加減気づけよ。世のくせに。何しに来たんじゃろうな、あやつ。あいつなんで俺の名前まで。ああいうやつは対象の周辺情報はバッチリ調べてるんだじ。さすがね、オットン。マイエンジェル。ココ、いいところに。これを見てくれ。ほら、正常なる布を手に入れたんだ。それ？これには聖なる力が宿ってるって聞いたんだけど。ああ、うん、あるにはあるんだけどね。違うのか。美肌効果がある赤すりなの。赤すりなの。うん、ツルツルになるよ。紛らわしい。ああ、ぬか喜びじゃったの。ごめん。でも、聖なる力自体は本当だったし。まあ、落ち込んどっても仕方ない。また探すとしようじゃないか。なんで赤すり布を懐に入れてるんだ。いいか、独り占め。私にも貸して。いや、ここは年長者に譲るべきじゃろ。順番、喧嘩になるから順番で。よし、ではわしからということで。恨みこなしのじゃんけん。まあ、女の子たちは喜んでるからいいもん拾ったのかな。そう考えないとやってらんなかった。変な奴が来たな。出番ですね。行くよ。出番ですね。出番ですね。行きますね。私の出番ですね。こんなところじゃろうか。女の子はあたいが守る。ダメだ。やっつけられたのね。どうだった？敵が来たわ。出番だね。わしの出番だね。できますね。やっつけられたのね。出番だね。やめて。わしの出番ですね。どうだった？女の子はあたいが守る。行くぞ。失礼しまして。勝利でしたよ。先手必勝でしたよ。行きますか。出番でしたね。勝てたんですか。
出おったぞ。お相手いたしました。ちょっとお相手いたしました。覚悟は出番でしたよ。やりましたね。なんか来たわ。やめるぞ。出番でしたね。行きますよ。私たちの敵じゃないわね。あ、怪しいのが現れました。何ですか。やめてください。だったわ。だったわ。いらっしゃいませ。商品はこちらよ。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご用は、また来てね。